もう上よっと聞くだけで、はい、ちょっと見たくなる気持ち出てくるじゃないですか。最近そうですよね。ね、うんうん、確かに。なんかやってくれそうじゃないですか。ありますね。今回も自信満々ですよ。しかし車の形は個性的すぎますね。でもちょっとアンダー鈴木に似てないですか。個性的じゃん。鈴木を車高上げてみたいな。さあさあどうしました。今回は持ち込んでいる、そんな話をしていましたが、飛び込んでくる相撲が上がっている。さあどうだ、1コーナー、うん、なかなかまだ1本目、そんな感じの走りを見せます。アウトサイドの2を取っていく、3もウォールはギリギリだ。そしてスモーク上がりすぎくらい上がってます。スモーク、ミスターリミッターマンですね。いや、リミッターじゃないよ、あれ。あれなんですか。アンチラグ、アクセルオフしたのがすぐ分かるね。ちょっと俺が期待した上音の走るとは違ったんだけど、うん、少しこう、なんだろう、一本目意識してるんですかね。ドンとは来なかったですね。意外とだから行ってるんだけど、結構タイヤが支えてやってるのかもしれないね。ああ、そういうことなんですね。結構行ってると思いますよ、本人的には。っていう気の話を。なんかこう、でも87、87といいんじゃないですか、これ。28、はい。あ、でもライン、アングル高いね。2番手に来ましたよ、87って高いじゃないですか。はい。さあ、続いては、レオです。レオタスイド。レオも狙ってくるでしょう。逆にこれはもう、トップを狙う走り、期待したいです。さあ、飛び込んでくる1コーナー、アウトサイドゾーン1。うわー、ギリギリやってくる、持ってくる、持ってくる、スポークも十分。そして、ガンクルをつけて、振り返して。さあ、アウトサイドゾーン2、持ってくる、ゴールだー。上尾の走り、これはどうだーすげえな、クレイジー、半端なかったよ。いやー、1本目の走りと全然違うよ。煙がずっと残ってやったり出っ放しですね、これ。さあ、1コーナーこれぎっちり取ってきましたね。ラインも完璧ですよ。はい、走ってこの完璧ですつけて、まあ、ボールはまあ決勝に残してきたかったのかもしれませんけど、いや、すごい。これはどうでしょう、ジャッジ。どんな点数が上尾に出てくるのか。ここまでは83ポイント、あ、93ポイント、松川がトップなんですが、95ポイントだ、上尾。来たー来たー